渋市城は、日向国初見軍国院渋市,市にあった中世やマジロ、国の史跡。追記年代は不明であるが、南北朝時代からこの地が、戦乱に巻き込まれたことに伴い次第に拡充されて、いったと考えられる。名前がはっきりしているところで12世紀から、国院市、二例市、畠山市、新色市、肝月市と次々と城主が変わった。 守護大名、島津氏久が本拠としたこともある。1577年、部氏は島津市の直轄地となり、初代の地頭として鎌田正地下が任命された。その後も外城として重要な役割を果たしたものの、一国一条例で廃城となった。しかし、建物がなくなっただけで破壊はされなかったらしい。1993年3月24日に、 内城跡が鹿児島県指定史跡になり、さらに2005年7月14日に国の史跡に指定された。渋市城主、新色コレヒサの娘始末時和がいる。2017年4月6日、続日本百名城に選定された。渋市市街地を囲むすべての山が、渋市城と言っても過言ではなく、渋市小学校の裏山の内城、その西側の山にある松尾城、 渋ぶ中学校前の高木と新城という四つの城を総称して、渋ぶ城と呼ばれていた。内城は南北600メートル東西300メートル6つの車からなり、その間は空堀で遮る構造となっている。本丸島一部を除き未整備で立ち入りが困難である。本丸島一部の車には解説板が設置されていて、大手口にパンフレットが置かれている。 ありがとうございます。